今日はね、天理パーキングに今います。本来、東京方面に向かって、まあ、今日千葉の浦安まで行くんですけど、新名神高速道路の集中工事で非常に渋滞しておりまして、遠回りをしてね、天理から、名阪国道に抜けるということになってるんですね。で、まあ、名阪国道といえばね、日本全国の自動車専用道路の中で死亡事故が第1位という悪名高い道路になってるはずです、確か。それでね、そんな険しい名阪国道を今からね、25トントラックフル積載で、行こうと思います。フル積載まで行かないか、積載が1トンぐらい余裕があるのかな。まあ急坂もありますけどね、頑張っていきたいと思います。それでは動画スタートしてまいります。ちょっと懐かしいね、ダンスミュージックを BGM に行きましょうか。バブル世代なら結構この手の曲は懐かしいんじゃないかな。天理のね、料金所を通過しました。ここからね、無料の道路になっていきます。一般国道25号、の名阪国道っていうことですね。一応国道25号扱いになるんですけど、道路標識出ましたね。ここから時速60キロ、60キロ制限になりますが、60キロなんかで走ってたらガンガン煽られるし、距離も結構あるんでね、ややプラスで行きます。よいしょ。でやはりね、新名神高速道路の工事の影響で交通量かなり多いですね。見えておりますね。天理といえばね、野球の天理高校が有名ですけど、天理ラーメンって言ってね、ちょっと変わったラーメンも食べます。好き嫌いかなり激しく分かれますが、僕は好きです。ニンニクをたっぷりとね、豆板醤をたっぷり入れてくるのがうまいです。嫌いな人は結構大嫌いっていう人もいますね。こんなのラーメンじゃないっつってね。でチェーン店のはあんまり美味しくないです。天理のこのインターを、もうちょっとで天理インターなんですけど、ここですね。この天理インターを降りて、降りた信号を右折、右折してね、しばらく行くと左側にね、スーパーマーケットがあるんですけど、そのスーパーマーケットの駐車場で、やってる屋台が一番うまいです。そこはもともとね、天理教のね、本拠地みたいなところの近くでやってたんですけど、それがね、なんか移転してきたんですけどね、そこが一番美味しい。まあ昔その天理教のところでやってた時の方が面白かったんですけどね。まあ面白かったっていう、もうとにかく屋台なんですけど、テーブルがないんですね。でテーブルがなくて、椅子だけがあるんですね。長椅子っていうんですか。で長椅子だけがあるんで、みんな段ボールを持っていくんです、お客さんは。で段ボールの上に座って長椅子の上にラーメンを置いて食べるというスタイルでした。その当時のことね、ご存知の方懐かしいんじゃないですかね。で食べた後はね、天理の商店街の中を、歩くんですけど、それが天理の商店街がまたすごく面白くて、連れて行った女の子がジュースを拭いたという経験があります。とにかくお店が面白いんですね。まあその辺はね、天理市にぜひ観光に来て、どんな風に面白いのかっていうのは、行ってみて、確かめてください。本当に面白いです。はい、ここからね、もう上り坂が始まっております。今天理東インターが残り 300m に近づいてまいりました。天理東インターで降りて、南の方に行くと天理教のホームの近辺になっていきます。まあ、天理教って言ってて、僕は全然天理教の信者というわけではないので、ご勘違いなされないんでお願いします。無宗教者なんで、宗教大嫌い。ここまで言ったら怒られるから。でここからどんどんね、上り坂がきつくなっていてね、もういきなりね、名所になっていきます。天理から、まあ、高峰の、パーキングエリアに抜ける
てのパーキングエリア、名古屋方面向きは今も閉鎖されてないんですけど、ここがね、一番険しい区間になりますね、名阪国道の。あー、車多いな。もうね、僕の車も定跡ですけど、これトレーラーなんて、ほら、もうこんなノロノロなんですよね。ものすごい登り高になってます。 10% 以上登ってると思いますね。僕の車も今、エコモードを切りました。もう登りません。登りません。ちょっと後ろに譲ります。はい、ここからね、名阪国道名物オメガカーブっていうのに入っていきます。上空から見たらね、オメガの文字に似てるんで、オメガカーブというふうにね、名刺されてるみたいな。とにかく車多いな。これはすごい。こんだけ多いのも久しぶり。まあ、ここを久しぶりに走るんですけどね。うちの会社ね、基本的に全線高速 OK の会社なんで、こんな道は通らなくていいんですけど、その高速が低速状態になってるんで、こっち行くしかないですよね。はい、オメガカーブに入ってまいりました。これね、今日はね、今時速60キロで走っておりますからのんびりですけど、みんなここをね、時速80キロぐらいで走るんですよ。ものすごいことになる。ものすごい急カーブですんでね。で、よく車ひっくり返ったり事故ったりするね、もう名所になってます。名所になられても困るんですけどね。よいしょ。50キロ出てないです。トレーラーに引っかかっちゃったかな。でね、このね、カーブを抜けたあたりでもう途半車線が終わるんですね。はい、オメガカーブを抜けました。一番ね、険しいところです。これ上りはまだ事故少ないけど、下り坂の反対車線が非常に事故が多いです。名阪国道はね、全線の延長がね、89キロぐらいです。で、最初からね、無料道路で計画されていて、であまりにも建設にお金がかかったんで有料化しようとしたんだけどね、無料の道路ができるって言って、地元の人がたくさん協力したらしいです。で、協力したのになんで有料にするんだって大反対運動が起こって、結局無料のままね、名阪国道は無料道路になったんですね。で、まあ、高速道路みたいな感じですけどね、センターラインの点線を見たら分かるように間隔がね、高速道路の半分しかありません。で、高速道路はね、白い線と白い線がない部分を合わせて20メートルです。これ一般道路はこれが10メートル、半分なんです。一般道路の方がね、が出たように感じさせるためにこの点線の間隔が短いんですね。もう、まあ、そういうわけで、そのこれが点線の間隔が短いのが一般道路の証ということなんですけどね。まあ、ご覧のようにね、僕今70キロ近くで走ってますけど、もうビュンビュン抜かれてます。じゃんじゃん抜いていってます。構いなしです。ここはね、ゆっくり走ってるので他が掘られるんで、結構必死に頑張って走らなきゃいけない。ゆっくり走ってるとかえって危ないです。もう乗用車の中にはね、150キロぐらいで走ってるバカもいますからね。とんでもないスピードで走ってるやつもいますんで、ある程度のスピードを出さないと危ないのですね。流れに乗らないといけない。かといって飛ばしすぎっていうのもね、事故を持つとりゃ荷物もひっくり返るし ね、大変なんですよ。まだまだ登っております。水温がじゃんじゃん上がっております。今日ね、別に暑くはないんですよ。あー、いい感じでばらけてきましたね。重い車がみんな脱落してばらけましたね。あんまり僕ら席いないのかな、重いのは。とにかくこの後半車線をね、20キロぐらいでトレーラーが走っていることもあります。非常に危険ですね。ここで途半車線がもう終わるんですよ。よいしょ。
ないけどと。もうちょっと先まで行きますね。まだまだ登ってるのにね、ものすごい登りだからですね、まあ、僕の車は今日決して軽くないんで、僕の車はちょっと、トラックにしてはエンジンのパワーがある仕様です。通常ね、25トントラックっていうのは、380馬力のエンジンを積んでるんですけど、うちの会社はちょっとね、贅沢なんで410馬力のエンジンなんで発煙筒だ。覆面パトカーが止まって、なんか止まってたのかな、事故が。はい、上り坂がようやく終わりかけです。この先ね、八串橋っていうのを渡った先に、高峰パーキングエリアがありました。で、昔はなんか美味しいラーメン売ってたってことで、もう高峰パーキングがあるこれ何度も走ってたんですけど、結局ラーメンは食べたことがないんですね。反対側の高峰パーキングエリアは今でもやってます。もうね、右前方に見えてるんですね、高峰パーキング。この左側の建物がね、閉鎖された高峰パーキング、ここね、加速車線がゼロだったんです。これむちゃくちゃですよね。ここみんなビュンビュン80キロぐらい走ってるのに、加速車線ゼロでね、合流してる。だからここものすごく事故が多くて、事故があまりにも多いんで、高峰のパーキングの名古屋本部向きは閉鎖になりました。まだ登らない車がいます。ここずっと登ってます。結構な登りです。高速道路ではありえないぐらいの登りの方。画面ではちょっと分かりにくいかな。詰まっちゃう。ダメだ。何キロで走ってんだこいつら。はい、40キロです。もうこんなスピード落とされたら加速しないよ、いくら410馬力でも。こいつだな。この車がね、多分ね、20トンぐらい積んでますね、これ。積載14トン300だけど。全然登んない。積載オーバーの車は名阪国道に逃げてくるっていうのもあります。白ナンバーの冷凍車なんか平気で倍積みますからね。だから14トン積みのトラックにね、28トンぐらい積んだりするんですよ。トラックっていうのは基本的に3倍ぐらい積載しても壊れないようには設計してあるんですけど、まあ、それにしても積みすぎですよね。積みすぎても壊れないように作ってあるんですけど、ブレーキが効かないし、加速もしないし、ね。はい、ここからはね、しばらく、下ったり登ったりが続きますね。ダイナミックになってます。
勝手にね、排気ブレーキモードに車が変わりましたけどね、それでも足んなくて、どんどん前走車に、追いついてしまいましてブレーキ焼けちゃうよ。あー、パトカーまで行きましたね。事故ですね、多分。誰かとはちょっと走らせてもらわないとブレーキを焼けてしまう。あんまり使ってたらあっという間に焼けます。焼けるって言っても燃えるわけじゃないんですよ。効かなくなるんですよ。下り坂でね、ブレーキが焼けて事故を起こしたって言ったら、軽井沢のね、バス事故がね、記憶に新しいところです。でブレーキをね、対応するとね、ブレーキが効かなくなって、いざという時に、オーバーガンしてしまうんですね。もちろん排気ブレーキでね、ある程度は減速できるんですけどね、名阪国道の下り坂はそんなもんじゃないです。
まあ、米阪国道が事故で渋滞したりした時にね、25号線に逃げようとする車がたまにいるんですけども、それは大きな間違いなんで、ね、逆に時間かかったりしますんでね、事故したりしますし、もう諦めて渋滞にはまるしかないんです。で、事故がすごく多いんで、よく事故渋滞します。僕も何度もはまってます。
メルセデスに買収されてベッツのエンディングになってますね。
何事もなさそうですね。よかったよかった。工事もほとんどないですね、この先。
くさんオービスがありますけどね、半分以上は死んでます。だからといって油断しちゃダメなんですけど、ループコイル式のねオービスが多くてレーダーには反応しません。で GPS レーダーを装備の方は、この先オービスですとか言うかもしれないですけど、半分以上は多分死んでると思います。
から名古屋から163号線で大阪方面に向かうときは伊賀一宮インターで降りるのが便利ですね。まあ、上野インターからでも行けるんですけど、こっちの方が早いです。今上がってきてるトラックなんかは多分ね、163、163号線をね抜けてきた車だと思います。大阪北部からだと名阪国道があるより早い車が多いです。からね、徐々に険しくなってまいります。特にね、つげと呼ばれるところですけどね、どういう字書くんだっけ、ちょっと難読地名ですけど、つげのあたりはね、冬は雪がよく降ります。でそこに急坂があるもんでね、もう登れなくなるんですね。つげの坂は2時までに抜けろというね、を回ると道が凍ってしまうというんですね。
しぼつで今度が告げですね、書いてありますけどもね、県道4号甲賀水口って書いてありますね。県道4号でね水口方面に、結構快適に抜けれます。で国道1号をまたいでさらにね、あれ306だっけ307だっけ、走ってね立東方面、まで抜けれますね。立東ちゃうわ、なんだっけ彦根だ、彦根まで抜けれます。彦根まで結構快適に抜けれる。この道はね、免震が集中工事してるときはよく使いますね。彦根からね、306、307で南下で、4号でさらに南下して名阪国道で、名阪国道から大阪入りというですね。で、看板が見えてきましたけど、伊賀のパーキングエリアになりますね。トイレは汚いですけど、まあ普通にパーキングエリアしてます。ブレーキを取っておかないとね、ブレーキが焼けてる状態でこんなとこ突っ込んで死んじゃうんですよね。
でもないです。まあまあと思ってるんですけど、さっきの、伊賀の坂に比べたら随分マシです。で、下って登って関トンネルだったかな。
生市、その辺に受けれますね。伊勢神宮とか行く人はね、どうでもいいですね。まあ、2といえばね、あのこの間の映画、朝竹の舞台でもありますね。系の、ね、動画をやっておりますが、ドライブ系の動画もねたまにやろうと思ってますので、ね、またチャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次の機会までごきげんよう、さようなら。